秋元梢です。日本でファッションモデルをしています。私は小さい頃から洋服が大好きで、中学生の頃にもお小遣いを握りしめて原宿に一人で買い物に行ったりしていました。それが成長していくにつれ、でもずっと洋服と途切れない関係でいたというか、洋服を買うために何をして、この服を着るためにこういうことをしてっていうファッションがずっと私の生活にあったんですけど、いつしかモデルの仕事をするようになって、それが洋服を着るというのがお仕事になって、もう今自分の好きなことを仕事でもプライベートでもできてるっていうのがすごく幸せです。よく着るコーディネートというか、私はもう全身真っ黒、もうオールブラックコーデがすごく好きなんですけど、最近はそれがちょっと変わってきて、そこにデニムを投入してみたりとか、色を入れてみたりとか、いろんなものを最近はまた楽しめるようになってきました。でもやっぱり根底ではオールブラックが好きなので、そこはきっと一生変わらないのかなと思います。服についてもそうですけど、私はモデルの仕事がすごく好きで、撮影している時にカメラマンさんと自分との時間になるんですけど、それがすごく戦いのような感じがして、戦ってでも最後は一緒に同じものを作っていくっていう感覚が大好きです。で、将来の夢はなぜだか想像したことが一回もなくて、モデルの仕事をするとも思ってもなかったし、ただファッションが好きでメイクが好きでっていうだけでこの世界に飛び込んで、それが今こうやって続けてできて、こうやって海外に呼んでもらえたりとか、すごくラッキーな人間だなと自分で思っています。大きい将来の夢はないけれど、こうやってお仕事でいろんな海外の国に行って、いろんな国の人と触れ合うことが私の目標です。